開発して2012年に発売した家庭用ゲーム機である。コンセプトは集まれば Wii U 一人でもみんな。でも Wii U 日本の cm ではスーパーな wii と2017年1月31日に日本国内での生産終了が発表された。液晶ディスプレイを搭載したコントローラー WiiU ゲインパドを同梱しており、テレビゲインパドとの2画面で。 あるいは、ゲインパド画面のみで、プレイできる。5.1CH サラウンドに対応しており、任天堂のゲーム機としては初めて HD、1080p の映像出力に対応している。Wii との広報互換があり、Wii リモコン、Wii リモコンプラスなどの周辺機器にも対応している。Wii U の名称は、全盛代機である Wii が、Wii に由来するのに対し、Wii U では、 U のゲーム機となる思いで名付けられた。WiiU の発売前は、末置き型ハード、携帯型ハードであった Wii と DS が大成功を収めていた。しかし、世界中でテレビ放送のデジタル化とフル HD テレビの普及が進んでいったことで、アナログ映像出力のみの対応だった Wii は2009年をピークに販売台数が失速。逆に、競合の XBOX360 と、 PS3 は HDMI 出力に対応していたため、販売台数が落ち込むことはなかった。Wii U の開発にあたっては、HDMI 出力端子搭載やゲームのフル HD 化が急務であったが、すでに Wii のほぼすべてのソフトがデジタル化に対応していたため、Wii U は、Wii との広報互換を搭載した上で、テレビ以外でもゲームが楽しめるように、新規に Wii U ゲインパドが開発された。 Wii はリビングのテレビにつなげられることが多かったが、他の人がテレビを見るときにゲームはできないし、誰かがゲームをやっているとテレビが見られず、一人でじっくり遊ぶタイプのものとは相性が良くなかった。そこで岩田里氏が中心となって案を出し合いに画面のアイデアが生まれた。マルチプレイ時などに必要となる Wii リモコンは Wii のものがそのまま使えるとし、 Wii U 本体セットには付属されていない。これによって、Wii U はテレビを使わない遊びも可能となり、従来の末置き型のゲーム機と位置づけが変わり、区別するためにリリースでは、新しい末置き型ゲーム機ではなく、新しいゲーム機と表記しており、それに伴い、末置きという言葉を使わずに、ホームコンソール型ハードという表現を使用している。発売当初のバリエーションは、 内蔵フラッシュメモリー 32GB でスタンド類が付属するプレミアムセットと内蔵フラッシュメモリー 8GB のベーシックセットの2種類となっている。任天堂のゲーム機で上位回の複数バージョンが同時に発売されたのはカラーテレビゲーム15.6以来のこととなる。累計1億台以上出荷した Wii の後継機だったことから WiiU にも高い期待がされていたが、 発売直後にプレイできるソフトが少なかったことや、全世代のハードよりもインパクトが新しさが欠けていたことなどの要因から、2012年末の発売直後は好調だったものの2013年に入ると販売が急失速。それに加えて Wii U の目玉だった Wii U ゲインパドは Wii リモコンと比べて価格が高く、本体とのセット価格は歴代ハードと比べても高くなり、 普及の足かせになった。販売不振とともにサードパーティーがソフト投入を様子見する傾向が強まり悪循環となってしまった。2015年に自社タイトルのスプラトゥーンがヒット作となり、売り上げが伸びたものの Wii U 本体の発売から2年半以上が経過しており遅きに死した感はいなめず、本体を持っていない人が多かったためソフトに関する評判もあまり広まらなかった。 2016年からは次世代ハードウェアである Nintendo Switch にスポットが当たり始め伸びていた売り上げも低迷の一途をたどることとなった。そして2016年11月11日にゲームソフトが今一つ人気にならず乗り換え需要が低かったことを原因に Wii U の本体を日本国内で近く生産を終了する予定という発表が Nintendo の公式サイトに掲載された。 上位機種の Nintendo s w に経営を切り替えるとのこと。そして2017年1月31日に日本国内での生産終了が報告された。一方で公式修理サポートは現在も継続している。Nintendo g a m e c u Wii に引き続き IBM 製の CPU と AMD 製の GPU を搭載。AMD のチャネルマーケティングマネージャーである。 マークディアナは Wii U の GPU は AMD r a d e o n HD GPU であり、詳細スペックは明かせないが確実に言えるのは PlayStation 3や Xbox 360のどちらの GPU よりもパフォーマンスが高いということだと述べている。コントローラに出力するサブ画面を含めたデュアルディスプレイの処理能力を有する。グップグップにも対応している。 任天堂は Wii U の性能面の質問に背景事情が存在するが他社さんのプラットフォームに対しては発売後6から7年間オプティマイズをして性能をチューニングし続けたエンジンが作られている一方で Wii U はそれらとは多少異なるアーキテクチャーで今年ソフトを作り始めたばかりのプラットフォームなのでまだ性能のポテンシャルを使いこなす途中段階であると性能を引き出すには 数年はかかる胸を発言している。Wii U ゲインパドのプロトタイプ専用コントローラー、Wii U ゲインパドは6.2インチ、16.9、フワベガの液晶ディスプレイを搭載。標準的なボタン類に加え、タッチパネル、カメラ、NFC や各種モーションセンサーを搭載する。映像出力や入力信号は Wii U 本体とのやり取りで行われる、ため、単独で動作できず、 タブレットのように外出先でゲームやアプリなどを動作させる使い方は不可能である。TB コントロールボタンがあり、コントローラから TB の電源を入れるなどの操作もできる。TB をつけなくても Wii U ゲインパドの画面のみで遊ぶことが対応ソフトでできるようになっている。Wii U ゲインパドは遊びながら充電できる。質量は約5 0 0ム。 Wii U 本体に1台のみ接続でき、複数台同時に接続することはできない。Wii U ゲインパドの単体販売は、Nintendo Online 限定で2015年11月24日より開始された。改良、改善のため、発売に至るまでには何度かデザインが変更されており、2012年6月4日の Nintendo Direct で発表された最新のものは、 E32011 で発表されたものより、やや大型化され、ボタンの配置も変更された。Wii のコントローラと互換性があり、マルチプレイ用には Wii リモコンなどを追加する。ゲームキューブ用端子に接続するコントローラは本体に端子がなくなっているが、2014年12月発売のゲームキューブコントローラ接続タップを介して、対応の Wii 有用ソフトのみで使用できる。技術的には、 3DS と WiiU を通信して、3DS を2台目以上の WiiU のコントローラとして代用することも可能であるが、3DS との通信中は WiiU のインターネット接続が不能となる。WiiU は本体にハードディスクドライブを内蔵しない、代わりに USB 端子を介して接続する外部記憶装置、USB 記録メディアでデータ容量を拡張できる。 認識できる容量は 2TB までで、それ以上の容量のものを接続しても 2TB までしか認識しない。接続できる機器は Wii 優先用ではなく、一般に市販されている USB 機器が使用できるが、利用する際には Wii 優先用フォーマットで初期化されるため、パソコンなどの他の機器と共用で使うことはできない。HDD 以外にも USB メモリも使用できるが、 耐久性の面から推奨はされていない。本体メモリーと USB 記録メディアは相互に保存データの移動が可能である。Wii U 発売時は USB 記録メディアは1台のみ接続可能だったがアップデートで2台までの USB 記録メディアの接続に対応してデータの移動やコピーを行えるようになった。SD カードスロットは専用フォーマットを用いないため他の機器と 共用やデータのやり取りができる。また、認識できる容量は 32GB までで、SD カードを USB 記録メディアのように使用することはできない。2014年7月22日から w e i u の支払い決済に交通系電子マネーを利用できるようになった。ただし、ピタッパは使えない。支払い方法は、 Wii U ゲインパドの通信機能を利用して Wii U ゲインパドに直接タッチすることで支払いができる。インターネットに接続することで世界中の人とインターネットを通じて対戦などのコミュニケーション、ソフト、追加コンテンツの購入などができる任天堂のネットワークサービスの総称である。マワースとはゲームプレイヤー同士のソーシャルネットワーク展開であり、ツイッターに似た。 コミュニケーションサービスである。2012年6月4日に任天堂ダイレクトプレイ3で発表された。ハテナと共同開発をしている。マワースはウェブサービスであり、ユーザーの反応を見て、仕様変更などもできるようになっている。それぞれのコミュニティでゲームの情報や攻略情報などを交換したりでき、タッチ画面を利用したテキスト入力だけでなく、 手書き文字や表情ボタン、ゲーム中断時のスクリーンショットも投稿できるようになっている。ビデオチャットもできる。ゲームの発売後には攻略情報などの投稿によるネタバレが懸念されるが、ネタバレ対策も準備している。投稿フィルタリングは3段階になっており、事前に禁止用語を決めて、システムでは軸方法、人間の目による確認する方法、ユーザーによる報告の方法がある。 さらに小さな子供も安心して利用できるように、モラルのない発言、ネガティブな意見などから守る仕組みを作っている。また、ゲームごとに専用のプログラムを用意すれば、ゲームの中でもマバース機能を活用することができるようになっている。さらに、ゲームを中断してマバースを開き投稿することもできる。ゲームによってはマバースのメッセージにキャラクターの絵柄の入ったハンコを押すことができる。 2013年6月12日よりマバースの投稿を外部サービスに共有する機能が追加された。ウェブ版も用意されており PC、スマートデバイスでもマバースを閲覧できる。共感、コメントなどには Nintendo Network ID でのログインが必要となっている。このサービスは2017年11月8日午後3時をもって終了した。のメニュー画面起動時の画面では 世界中のユーザーのミーが登場し、自身が遊んでいるゲームや人気ゲームのアイコンが表示され、表示されているゲームについてのコメントを表示する。この仕組みを、わらわら広場と呼び、Wii U メニューの別名にもなっている。TV にわらわら広場が表示されているとき、Wii U ゲインパドには Wii U のメニューが表示されているが、ボタン一つで Wii U ゲインパドにわらわら広場を表示することができ。 気になったコメントやゲームアイコンを押せば情報が確認できる。また、マバースで見つけたゲームはスマートデバイスの上で買うことができ、買ったソフトはダウンロードされる。2017年11月8日午後3時のマバース、終了に伴い、マバースのコメントやゲームアイコンがなくなり、インターネットブラウザーなど、 もともと Wii U に搭載されていたソフトのアイコンと、Nintendo の m i が表示されるようになった。Nintendo より提供される無料の Web ブ,ブラウザ、WebKit エンジンのネットフロント NX2.1 をベースとしている。HTML5、H264 形式の動画再生、タブブラウズ機能など、現在のインターネットブラウザに必要な機能は備えている一方で、 Adobe Flash には対応しておらず、画像や動画の保存、アップロードも不可能。ゲームを中断したままインターネットブラウザで検索することも可能である。ソフトウェアキーボードでは、文字入力が快適にできるように携帯入力、手書き入力など5種類の入力モードがある。ベータ版での HTML5 への対応度の評価は、インターネットエクスプローラー10を超える結果となっている。 追加コンテンツやソフトウェアのダウンロード販売や評価、ゲームの動画を見ることなどができる。ゲームの購入には、Wii や Nintendo 3DS 同様に、Nintendo Prepaid を登録し、残高の追加、消費する。2013年4月27日より、Wii 有用のバーチャルコンソールも、正式に利用可能になった。WiiU ゲインパド側の画面のみで遊ぶことも、可能。 丸ごとバックアップ機能追加、回す対応の特徴がある。新規に作り直しているためそのままとはいかず、まずはファミコン、スーパーファミコンから開始し、ゲームボーイアドバンスが2014年4月3日から、ニンテンドー64とニンテンドー DS が2015年4月2日から、新たに対応した。Wii で購入したバーチャルコンソールと WiiWare は WiiU に引っ越しできるようになっている。 本体更新バージョン4.00から Wii U ゲインパドの画面のみで遊ぶことが可能になった。Wii 版を購入済みの場合は Wii U 版の同一タイトルを優待価格で販売している。Wii U は DRM システムによりフリー,ートプレイや少学課金をサードパーティーが自由に行えるように作っており、タンク、タンク、タンクが代用ソフト第1号となっている。 ニンテンドー自身も Wii スポーツクラブから導入したが、コンテンツの買い切り及び1日利用チケットのみである。Wii U 社は Wii U 内蔵ソフトの一つで、ビデオチャットができる。会話をしながら、絵を描くこともでき、色もつけることができる。ゲーム中にビデオチャットを立ち上げてなくてもフレンドからのコールを着信した時には Wii U ゲインパドのホームボタンが青く点滅して知らせる。 このサービスは2017年11月8日午後3時をもって終了した。Wii メニューを起動し、Wii 用ディスクや本体、SD メモリーカードに保存した WiiWare、Wii 用、バーチャルコンソールをプレイできるようにする。起動するには Wii リモコンとセンサーバーが必要。メニュー画面は Wii 本体のものとほぼ同じであるが、オプションがセーブデータに関する項目のみ。 Wii Connect24 を使用するチャンネルや機能がすべて削除されている。初期状態ではディスクドライブチャンネル、Wii ショッピングチャンネル、Wii からの引っ越しの案内、Wii メニューの電子説明書が収録されている。本機能を使用している間は Wii U ゲインパドの機能が使用できない。本体更新でバージョン 4.0.0J から Wii U ゲインパドの画面に表示できるように、 なったが、Wii U ゲインパドから直接操作できず Wii リモコンが必要。また、同更新でゲームによっては画面サイズが自動的に4、3に補正されるようになった。内蔵ソフトの一つ。ジョイサウンドとウガのブランドでカラオケサービスを展開しているエクシングと任天堂が共同開発した通信カラオケソフト。マイクには Wii U ゲインパドの内蔵マイクを使用することもできるが、 専用マイクとのセット販売もある。また、カラオケジョイサウンド w ィー専用マイクや、その他の市販の USB マイクも使用可能。G ガイドサービスを提供する株式会社インタラクティブプログラムガイドとパートナーシップ契約をした電子番組表サービス。今見ている番組や放送予定の番組などに関するコメントをマワースに投稿することができる。 北アメリカ地域では、ネットフリックス、フールなどが映像コンテンツをオンラインで配信するビデオオンデマンドサービスを同盟で提供。2012年12月20日サービス開始。このサービスは2017年11月8日午後3時をもって終了した。Nintendo t i については、Nintendo 3DS 同様、原則としてパッケージ版とダウンロード版が用意される。 特にダウンロード版は任天堂ネットワークプレミアムの対象となる。日本国内で Wii U 本体と同時発売のソフト。全11タイトル。すべて任天堂からの販売。Wii U 本体のシステムソフトウェアや内蔵ソフトウェアはインターネットや Wii U 専用ゲームディスクを利用してアップデートできる。以下は日本国内使用品についての記述である。 これらはすべて生産終了した。プレミアムセットの購入者には、期間限定で一家の特典が用意されていた。発売日について、特記のないものは本体と同時発売。また、音声、映像出力ケーブルやランアダプタといった一部の周辺機器は、Wii 用のものが流用できる。ジョイサウンドフェスタは、エクシングより2013年6月から提供されているホテル。 宴会場、高齢者市場向けの業務用通信カラオケ機器。液晶モニタ付きの専用ラックとのセット。Wii U と内蔵ソフト、Wii カラオケ U をベースに、カラオケ用の音声入出力端子、オフラインでの使用向けに HDD を内蔵、Wii U ゲインパドの本体へのはめ込みといったカスタマイズがされている。ストアのアクセスなどは可能だが、お知らせなどの一部機能が制限されている。 ダウンロードしたソフトのプレイも可能。なお、音声出力が家庭用との違いにより、ボリュームの調整が不能で正常に音声が再生できないことがある。電目として w e i u ゲインパドが2台搭載されて、販売されたが、2台同時に使用することは見送られた。専用のパーティーゲーム、高齢者向け音楽療養ソフト、健康王国を収録。 GDC2012 で、任天堂がハビックやオートデスクとライセンス契約を締結したとプレスリリースで発表があった。これにより Wii U プラットフォームのゲーム開発者向けにハビックフィジクスとハビックアニメーションの技術、オートデスクのゲームウェア技術が提供が可能となる。ファーストがライセンス契約を締結し、サードパーティーに提供するというのは、任天堂には 今までにはないケースであるとのこと。GDC2013 では、Unity の Wii U でのサポート、登録デベロッパーへの、Unity f o i EU の無料提供、任天堂 e ショップ s h o p 向けタイトル配信の容易化が発表された。開発者人口の拡大として、任天堂ウェブフレ Web ークという w i i という EU 向けフレームワークが発表用意された。HTML5 JavaScript HTTP、CSS といった言語をサポートし、ウェブプラットフォームの開発者を対象としている。将来的に個人の開発者の方も対象。2014年12月25日より、任天堂と京都市に本拠を持つ劇団である、ヨーロッパ企画とのコラボ企画により、Wii U 販足映像として、アダムちゃん、宇宙人が京都に、ホームステイを特設サイト及び任天堂公式。 YouTube チャンネルで公開している。ありがとうございます。